ち兄貴がおって、その兄貴に小学校ぐらいの時にお前もなんかこういうの聞けって言って、なんかその時当時やってた MTV でも見て、あこういうなんか音楽もあんねやみたいなので、それでなんかいろいろ学校の友達とかも聞いててみたいなんで、毎週土曜日とかに集まっていつもやってるんですけど、時になんかフラッと来たおじちゃんとかがなんかお前らこれ飲めっつって飲み物くれたりとか、なんかそういうのとかもあったりとか、外国人と仲良くなったりとかで、すごいいろんな出会いとかも多いと思うんで、今また最初の時みたいに自分でこう関わりのある人に協力してもらって、なんかこう自主的なあの CD を作って、またいろんな土地にライブしに行くっていうのをやってて、でそれと並行して今またアルバムをちょっと作ってる段階ではあるんですけど、俺も最近利用する阪神電車、いろんなところに行き交い、まるで交差点みたいな話、わかんないことでも大丈夫、マイジョブはラップ。